はい、どうもこんにちは、ちるこです。今日はモーガンが来てるのでエキスパート行ってみたいと思います。モーガンが力属性なのでこのエースパーティーで行きたいと思います。ですね、今アフロルフィが来てるんですが、あのエキスパートクリアできないんですよ。もう情けないんですけど、本当すいません。これが私なんで。それで行ってみてですね、途中でですね、あのチョッパーが出てきたんですよ。皆さん知ってますかね。それでしかも落ちてしまいまして、これはちょっと欲しいなっていう感じでですね、で最後のルフィまで行きまして、で負けちゃったんですね。もうチョッパーが気になる。まあルフィももちろん落ちたんですけど、あ違う違う、そうルフィに負けてしまって、あの石使わないんですけど、私石使ってしまいました。それでルフィも見事に落ちてという感じですね。いやー情けないチョッパー知ってますかね。もしちょっとこれが終わったらお見せしたいと思います。よし、モーガンはですね、割とウソップと核が必殺技溜まってれば楽勝なので、それが溜まり次第ですね。でちょっとスロットを揃えたいと思います。あと青生地が来ましたよね。いやー青生地めっちゃかっこよかったですね。皆さんはもう手に入れたんでしょうか。もう私はもうそんなもう到底無理だと思ったので、でやってるのを見てたんですけど、めちゃめちゃ強いですよね。強い方がもう5コンしてたんで、いやーびっくりしましたね。でもなんかこうさすが青生地っていう感じですよね。強くてかっこいいですね。かっこよかったよし、これで、でも大丈夫かな。このエースと、あ、名前が出てこない。あ、黒にちょっとかけたいと思います。多分大丈夫だと思うんですけど、
惜しい惜しかったです。これで倒せそうですね。よし、倒しました。では、ちょっとチョッパーをお見せしようかなという感じです。チョッパーがどこでしたっけ。これがアフロルフィですね。格闘タイプ、必殺技がお邪魔スロットを力に変換し、敵一体に攻撃かける20倍の力属性ダメージ。で、戦長効果が格闘タイプと力属性のキャラの攻撃をそれぞれ 1.5 倍にするという感じですね。で、チョッパー、あ、いました、これです。チョッパー、いやー、いいですよね。これが必殺技が戦長効果無効状態2ターン回復し、体力をキャラの回復かける10倍ですね。これなんか良さそうな気がするんですけど、身長効果はそんなんでもないんですけど、ちょっととても欲しくて石使っちゃいました。はい、まあこんな感じですかね。はい、今日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバーイ。